もし愛するパートナーがあなたに殺意を抱いていたら、遡ることおよそ6年前の2016年9月30日、中国四川省、街行く人々はこぞってスマートフォンのカメラをある一点に向けていました。彼らの視線の先にいるのは路上に座り込む一人の男。男は無表情な様子で何かをじっと見つめています。そして異様だったのは、この男のシャツが血で真っ赤に染まっていたこと。おいお前、一体何をしたんだ。男は駆けつけた警察官の声にも反応する素振りすら見せません。多くの観衆や警察を意に介さず、この男は一体何を見つめているのでしょうか。この時男が見つめていたもの、それは殺したばかりの妻の遺体だったんです。周囲の目を気にも留めずに、路上に転がる妻の遺体をじっと見つめる男。この夫婦の間に一体何があったのか。二人をつないでいた愛情は、たった一つの過ちで深い憎悪に変わっていたんです。おさす敵に死を送るわけじゃないが、歴史に残るエキシビジョン、ケンちゃんです。結論何が言いたかったの。結論、あるして大好きっていう、あ、そういう話です。ヤミコです。アルシテさんの言葉だ。サンプリングで。いやいや、ヨーとか言わない。ヨーは隙間で言うんだろうけど、結構ダサいし、破壊的にやばいし、赤い服着た僕は破壊しに入るときには、アナサ本日は不倫がきっかけで起こってしまった殺人事件を2つご紹介させていただくんですけど、うん、1つは愛情が浅すぎる、そしてもう1つは愛情が深すぎるがゆえに起こったそれぞれの奇妙な事件。不倫に修羅場つきものだけど、うん、いかにね、人間って愛に支配されてるんだなってこう思いますよね、うん、女1人男2人。一つ目のお話は、遡ることをおよそ3年前の2019年6月13日、韓国景気道が舞台。澄んだ水質と美しい景観の知る人ぞ知る観光スポット、ヨンソ渓谷に楽しげにはしゃぐ男女の姿がありました。川で水遊びを楽しんでいるのは、女性一人に男性二人、妻イ・ウンヘとその夫ユン・サンヨプ、友人男性のチョ・ヒョンスの3人組でした。ああ、今日はよく泳いだな、ユンさん。ええ、たまにはいいもんですね。今日は観光客もいなくて、僕らの貸し切りだったし、ひとしきり遊び終え疲れた様子で談笑する夫ユンと友人のチョ。一方8歳年下の妻ウンヘはまだ川から上がろうとはせず、遊び足りないという表情で川岸の2人を眺めていました。そしてこの時彼女ははっと思いついたような表情でこんなことを言い出したんです。ね、度胸試ししましょうよ。若い奥さんなのね、うん、これも、うん、遊び足りないとか言われたらちょっと旦那さんも可愛くて仕方がないんじゃない、うん、これは。そうっすよね。まあそんなね、妻には嫌と言えないようなそんな旦那さんだったんです。私、あなたがあの上から飛び込むところが見たい。ウンヘイが嬉しそうに指さしたのは、高さ8メートルはあろうかという巨大な岩。おいおい、勘弁してくれよ。苦笑いしながらそう返すユンでしたが、ウンヘイは期待いっぱいの表情で彼を見つめています。ね、お願い、私のために頑張って。そう促すウンヘイの可愛らしい笑顔に負け、仕方なさそうに腰を上げた夫ユン。これが最後に見る妻の笑顔になるとは、この時彼は知る由もありませんでした。3人が川遊びをしていた数日後、妻のウンヘは自宅近くの葬儀場を訪れていました。そう、この日は夫ユンの告別式。ユンが岩の上から飛び込んだその場所は思いのほか水深が深く、彼はあの日溺れ死んでしまったんです。その場に居合わせたウンヘや友人のチョには、ただ川底に沈んでいくユンを見つめることしかできませんでした。ウンヘはさ、お前旦那さんが溺れてるとこ見たわけでしょ、うん、そのめちゃくちゃショックでしょ。だったらよかったんですけどね。なんだ、何、愛する夫を目の前で失ってしまったウンヘ。しかし告別式での彼女の態度は非常に不可解なものでした。式の途中に聞こえた場違いな笑い声の方へ、参列者たちは眉を潜めながら目を向けます。そこにはヘラヘラと笑いながらスマホゲームに興じるウンヘ。その口元にはあろうことか火をつけたタバコが加えられていました。さらにウンヘはこの告別式が終わると、夫が亡くなったことなどをもう忘れてしまったかのようにすぐさま海外旅行へ出かけます。この旅行には渓谷で一緒に遊んでいたチョ・ヒョンスも同行していました。そう、実はチョは単なる夫婦の友人ではありません。彼はウンヘの不倫相手だったんです。え、何、不倫相手と夫の3人で旅行してたってこと、うん、しかも葬儀中のウンヘも全然なんか悲しそうじゃないしさ、うんうん、てかもうそれ来んなよ旅行に。怖っ。なんで許したのかっていうのもねあれですけど、事件当日ね、誰もいない渓谷でこんな話が行われていたんです。川遊びの真相。
2019年6月13日、四祖渓谷に泣きながら懇願する男性の声が響いていた。お願いだ。俺は泳げないんだ。こんなところから飛び込んだら死んじまう。必死にそう訴えるのは、ウンヘの夫、ユンだった。ウンヘは嫌がるユンを無理やり岩の上へ連れて行き、そこから川へ飛び込むように強要していたのだ。大丈夫よ。あなたが飛び込んだら私たちが助けてあげる。でも、夫に飛び込みを促すウンヘの隣では、不倫相手のチョが楽しそうにビデオカメラを構えている。さあ、早く飛び込んで。それとも何？私のお願いが聞けないっていうの？そう言って不機嫌な表情を覗かせたウンヘに夫ユンは焦っていた。実はユンは若くて美しいウンヘに自分は釣り合わないと気遅れを感じており、日頃からご機嫌取りに必死だったのだ。分かったよ、やるよ。覚悟を決めたようにそう言い切ったユン。彼は妻のウンヘに嫌われたくない一心だった。さすが、あなた愛してるわ。本心ではないとしてもユンにはその言葉だけで十分だった。そして彼は恐怖に震える体を何とか抑え、その一歩を踏み出した。助けてくれ。泳げないユンは着水と同時に溺れ、岩の上にいる妻ウンヘとチョに助けを求めた。溺れてる。いい君ね。岩の上からはユンをたらたら嘲笑う二人の笑い声だけが聞こえていた。ちょっとひどすぎるわ、ユンはウンヘあんな愛してたのにさ、何の恨みがあったっていう。実はね、恨みがあったとかそういうわけでもなかったんですけど、先んじて、ね、結婚の段階で殺すことを視野に入れていたんです。そんな女。ユンの告別式の後、警察は妻ウンヘを不審に思い、すぐに捜査を開始しました。告別式での彼女の態度が怪しかったのはもちろんあるんですが、実はそれ以上にウンヘに数多くの前科があったからなんです。ウンヘは15歳の頃に売春で摘発されたのを皮切りに、詐欺、窃盗、暴行など警察沙汰になる事件を何度も起こしていました。過去に保険金詐欺をしていた疑いもあり、夫のユンにも約8300万円の生命保険がかけられていたため、警察は金銭目的の殺人だと睨んだんです。さらにウンヘと夫ユンの間にはこんな出来事もありました。ある日、小さな女の子の手を引いて自宅へ帰ってきたウンヘ。夫ユンは不思議そうに尋ねます。その子は？すると、ウンヘはすかさずこう答えたんです。この子は私の子よ。あなたの戸籍に入れてほしいの。どういうことそれ。私の娘ってどういうこと？ユンの子供じゃないんでしょ。これはね、実はね、ウンヘのね、詐欺の手口だったんです。ウンヘの娘はユンと結婚する以前から生まれていた別の男性との子供でした。ウンヘはその娘をユンの戸籍に入れることで代衆相続の制度を利用するつもりだったと考えられているんです。代衆相続とは、遺産を相続する本人が亡くなっている場合に、その子供や孫などに相続の権利が生まれる制度のこと。つまりこの制度を利用した場合、ユンが亡くなれば彼の両親が亡くなった際の相続人の権利はウンヘの娘に引き継がれることになるんです。そしてウンヘを心から愛していたユンは、妻に隠し子がいることに動揺しながらもその申し出を受け入れました。彼女が困っているなら放っておくことはできない。代衆相続を狙う妻の内心など知りもせず、彼女を助けたい一心でユンは他人の子を戸籍に迎え入れたんです。事件の後、ウンヘと不倫相手のチョ・ヒョンスは警察の事情聴取を受けていましたが、2回目の取り調べの直前に逃亡。その4ヶ月後、京畿道湖陽市の集合住宅に潜んでいるところを拘束されました。2人はこの後整形手術を受け、警察の追及を逃れようとしていたんです。この事件は今もなお公判中で、どのような結末を迎えるのか韓国中の注目が集まっているんです。ユンさんの愛情は一方通行だったのね。まあ、今もね、公判中なので、まあ、ウンヘのね、犯行だとね、こう断言するのはできないんですけど、うん、状況証拠的にはっていう話ですよ、ね。さてね、続いては中国で起こってしまった、とある夫婦のおぞましい事件。これ、実は中国版検索してはいけないみたいなこととも言われているぐらい、本当に凄惨なひどい事件なんですよね。路上の惨劇。二つ目のお話は2016年9月30日、中国四川省の都市成都が舞台。この街で撮影されたある写真がネットにアップされ、中国全土を騒然とさせていました。写真に写っているのは路上に腰掛ける一人の男性。彼は一息つくような様子で座っているんですが、その姿はどう見ても異様でした。男の服はおびただしい量の血で真っ赤に染まっていたんです。すぐ隣には警察官が立っているんですが、男の表情からは全く意に介していないことが伝わります。一体この男は何をしていたのでしょうか。そして男の衣服を染めた大量の血は誰のものなのか。実は中国のネット上には、この写真が撮られる数分前の男の様子を収めた動画も拡散されていました。わずか数十秒程度の動画でしたが、その数秒は人々の脳裏にトラウマを焼き付けるのに十分な内容だったんです。
近年急速な経済発展を遂げた中国四川省の都市成都、人々が帰り自宅を始める午後6時、この町は突如としてパニックに陥った。おい、あいつは何やってんだ、誰か止めろよ、警察はまだなの。ただごとではない状況にざわめく人々を尻目に、家中の男は黙々と作業を続けていた。男の左手には鋭利なナイフが握られており、その刃は真っ赤に染まっている。一方右手には薄いピンク色をした何かが握られていた。その正体は人間の腸。男の足元には力なく倒れ込んでいる女性の遺体が。男の握っているそれが彼女の体内から引きずり出されたものであることは遠目に見ても明らかだった。男は再度女性の腹部に手をねじ込み内臓をえぐり出す。そして取り出したそれを路上に向かって投げ捨てる。あまりにも非現実的な光景を前に、人々はただ唖然とするしかなかった。本気で気持ち悪くなってきたんだけど、まあ、白昼堂々の犯行だったんですけど、それをその現場で見たとしてビビりますよね、普通だったら。止めらんないわねこれは。散々遺体をいたぶった後、男はスイッチが切れたように無気力になり、その場に座り込んでいました。おいお前何をしている。駆けつけた警察官が声をかけても男は眉一つ動かしません。その後男は抵抗もせずに手錠をはめられ、あえなく現行犯逮捕となりました。逮捕されたこの男の名前は張、52歳。彼はこの日妻との離婚手続きをしたばかりでした。そう、無残にも殺されてしまった女性は張の元妻のヤンだったんです。離婚の原因は妻ヤンの不倫、張の犯行はその恨みゆえのものでした。奥さんに非があったとしても、ちょっとこれは同情できないわ、いくらなんでもここまでするのはね、まあ、そのね愛情の深さっていうのがこれに繋がってたのかなと思うんですけど、まあ、どういうことなのかというわけで、本日のメトラーキーワード、カタストロフィー理論感じまうよ。カタストロフィーって言いづれな。カタストロフィー理論とは、普段起こっている事象を背景に突如として普段通りではない事象が起こる過程を追求する理論。例えば普段はゆっくり移動している断層が突如として地震を起こす原因を追求するようなものを指します。心理学におけるカタストロフィー理論は、愛と憎しみのように真逆の性質を持つ感情が突然入れ替わってしまう状態を表すものです。この理論では、愛情は深ければ深いほど激しい憎悪に変化する可能性があるとされているんです。妻を殺害した後も遺体を必要にいたぶった長の残虐性は、彼が以前妻に深い愛情を持っていたことも物語っているんです。可愛さ余って憎さ100倍ってことわざの通りじゃない、うん、だからといってちょっと内臓を取り出すまではやんないと思うけどさ、長のねその行動には実は理由があったんです。理由があってもやらないで、みんな。殺意の行方。妻の不倫を知り愛情を殺意に変化させた張。彼のターゲットは元妻のヤンだけにとどまりませんでした。事件当日ヤンが襲われた時、実はもう一人被害者がいました。その人物はそうヤンの不倫相手。彼はわずか数ヶ月前からヤンと付き合い始めたといいます。それだけの短期間にもかかわらず、二人は共に生きることを約束し、すぐにでも再婚するつもりでいました。長年積み上げてきた夫婦の絆を無に帰すその行為に、張は湧き上がる怒りを抑えきれなくなってしまったんです。後悔させてやる。張は懐にナイフを忍ばせ、談笑する二人の背後に近づきます。そして有無を言わさず二人を背中から切りつけたんです。しかしこの時ヤンの不倫相手は負傷こそしたものの大事には至っていません。張はもはや男のことなどほとんど相手にしておらず、彼への攻撃は最初の一度だけだったんです。俺が殺したいのはお前たちだ。元妻ヤンの腹部に乱暴にナイフを突き立て内臓を引きずり出す張。この時彼が腹部を狙ったことにも理由がありました。実はヤンのお腹には不倫相手との子供がいたんです。それで内臓引きずり出すようなことしてた。でもお腹の子に罪はないじゃないのよ。これは張はヤンが他の男と子供を作ってたっていうね、その存在事実全てが憎く見えたんでしょうね。愛情のない夫婦間に起きた夫殺害事件と、愛情の深さゆえに起きてしまった元妻惨殺事件、その結末はどちらも救いようのないものでした。ある意味対照的な状況下で起こったといえる2つの事件は、どんな状況であれ不倫で幸せになれる人などいないことを物語っているかのようなんです。おざっす。いやーね、矢野さん久しぶりに来ましたね。やっぱ秋も来たんで。そうね、これね、ほんと最近寒いわよ。寒いけど、去年も言った通りやっぱり生地が厚いし裏起毛だからさ、すごい暖かいわよね。そうなんです、おしゃれだし、うん、去年ね速攻売り切れたんですけど、今年ねちょっとだけ復活させていただきましたんで、だからちょっとねもう一回再販するかっていうのはちょっと考えどころではあるんですけど、本当にね残り少なくなってきていて、ちょっとサイズによってはね売り切れとかもあるんですけど、ちょっとこの機会にぜひね見ていただきたい
ただければと。で最近ね本当に DM とかね、うん、コメントとかでも来るんですけど、うん、このパーカー着てる人を街中で見てね、なんかそこでこう、うん、メトラーなんですみたいな感じで、ね、全然知らない人から会話が生まれてたわよね。メトラー同士がね仲良くなってみたいなのが嬉しいですよ ね。 YouTube の中だけじゃなくて、しかも私たちの知らないところでそういう会話が生まれてて、なんか嬉しくなっちゃう、うん、本当にね、うん、クオリティも含めて自信作なので、ぜひねお手に取っていただければと思います。ブランドアルゴメトリも引き続きよろしくお願いします。